はいおはようございます、そっかじくのくぶでございます今日いよいよね、12月30日になってしまいました今年も残すところ、あと明日だけですよ 今日何をするかによって明日できることが決まりそして来年がどういうふうなスタートになるかってことがねもう本当に日々っていうのは続いてるなと思いますけど皆さんいかがでしょうか、まあ、今年の資産活動としましては、まあ、来年も続いてなんですけども私は5つぐらいですかね上げていこうかなと思います今日はちょっとね資産活動編ですよねまず1つは、えー、OCBC をはじめとする海外銀行の件なんですけどもこちらの方はね まあ利息もいいんですけども年利7%で契約してるっていう風な利息もいいんですけどもさらにそこから加えてその預金金額の中からあからインドネシアのね株を買うことができるんですよね株っていうのは10円単位とかで買うことができますのでまあ5万とか10万とかっていう単位で買っておいてもね非常に面白いんではないかなと思います基本的には1社独占の国営企業の株を買うことになりますのでまあ相当な確率で。 値上がることが予想されるかなっていうことでございますまあ値上がるって言ってもね私は10年単位とか20年単位のことを見てみますので私自身が使うお金というよりもまあ息子のね大和くんが使うお金ということになってきますけどもねえー、まあいろいろと裁量を広げといてあげたいなと思います、えー、2つ目がね例のやつになりますけども例のやつは、えー、と新しく事業が変わってえー、まああのしっかりとね稼いでいけるモデルになってきたのがまあ大体よく分かってきたのでうんとこちらの方もね 引き続き続やっていこうかと思います、まあ、まずはね、あのー、例の、ま、だ未払いの返礼金をねがっつりと払ってもらわないときなのでしっかりとねセールス活動に私も精を出していこうかなと思いますけども、まあ、私のね活動がねどのくらいの威力を生むのかってことはもうすでに多くの方がご存知だと思いますので新しく始まる事業もしっかりと私が取り組んでいけば簡単にね簡単にかどうかわかんないですけどももう一気にねやっていけるんではないかなともう私自身ね人任せにするんじゃなくて自分が動くことによる自信っていうのが一番大きいですから。 誰かが何かやってくれないかなと思ったら待つだけなんですけどもじゃあやってみっかと思ったらもう自分の力でね、えー、ムーブメントを起こせるんですごく、うん、なんかいいなと思いましたねはい次3つ目なんですけどもフォインっていうねフォインっていうやつがあるやつねもうね一般公開で出しちゃいますけどもフォインっていうのがねどういうふうになっていくのかっていうのは1年以上かかってうーんと来年の1月2日には、えー、キャッシュアウトできるそうなんでもう相当な金額になるなと思いますもしくはゼロになるからですよね こういったものは水物ですからね。やっぱそこにもね、かなり数百万っていう金額を投じてますけども、なくなってもしょうがないかっていうね、そんなね、<laughs> 気持ちでやってますんで、もう9割ぐらいこれはダメなんじゃないかなと思いながら、私もずっとやってましたけども、まあまあまあ当たればいいかなということころです。外れてもまあいいかなということでございます。そんなにね、あの、えー、投資ってのはそういうもんだなと思ってますよね。なくなってもしょうがないと思わないとできないですね。えー、それからね、2020年の稼ぎ方なんですけども、うん、やっぱりカジノを、 視野に入れて新しい稼ぎ方っていうのを構築しましたんでそちらの方からね、うん、まあ人には紹介しないですけども月利50%ぐらいいを持っていこうかなと思いますもちろん小さな金額からいきますけども、うん、なんかねそのカジノに置いてある機械を、うんまあ、レンタルするっていうか購入する権利があるんですよね。 で私もパチンコやスロットの会社を経営したからわかるんですけども1台あたりの売り上げとか1台あたりの利益っていうのは設定できるんですよこっちの店側の方でだからお客さんが勝ったり負けたりっていうのはお客さん同士で取り合ってるって感じに運営側から見るんですよねでお客さんからお客さん同士で取り合った結果残ったものが会社の売り上げであり利益みたいな形なんでその 台,台をね、スロットならスロットの台を誰が持ってるかっていうオーナー権を最初に投資として買うかどうかってことが、えー、一つの大きな稼ぎ方になるのかなと思いまして、えー、そちらの方ね何台か私の方も押さえていこうかなと思っているところですけどもこれは誰にも紹介しません紹介するとねまたねサポートが必要になってきたりね質の悪い人が来ちゃいけないんでもう私が勝手に一人で儲け,ゃ儲けちゃおうかなと思いますよねで次にやっぱり YouTube ですよね YouTube ってのは 今私が大体1万人ぐらいになりましたけども2020年は10万人を目指して活動していこうかなと思いましたねで10万人を目指すということはもう割り切ってですね今までの1万人の方とは全く違う方向の動画っていうのも増えていくのかなとも思いますですんでね、えー、まだね1万人から2万人に、えー、行ってる間に多くの方がね私の YouTube を利用していただければなと思います、えー、なかなかね YouTube1 万人のチャンネル登録者のところに 動画が紹介してもらえるチャンスというのはなかなかないと思うのでぜひね、生かしていただきたいと思います逆にね、1万人のチャンネル登録者数の方のところに広告を出そうとか自分の動画を紹介してもらおうと思ったらやっぱりね、広告費が必要になってきますのでだいたい1回の航空で5万とか10万とかね、いるようになってきますから私の場合は別に即可塾の方はただですんでどんどん出していただければいいんじゃないかなと思います。まあ、こんな感じでね えー、今年の資産の作り方来年の資産の見込みっていうのを私は立ててますけど皆さんいかがでしょうかで忘れちゃいけないのが2020年12月31日は私はね暗号通貨を決済する日でございますんでこの ADA をね決済してさあいかほどになってるかってことですよねこの1年間どのぐらい ADA が膨らんでいくのかしっかりと見ていこうかと思いますそれではいってらっしゃい